はい、皆さんこんばんは、鉄道総合館です。本日は JR 東日本東海道線、横須賀線、山手線、京浜東北線、あとゆりかもめも発着する新橋駅に来ております。横隣は山手線が今いますけれども、ですね、この駅なんですが、ホームドアが設置最近されたようです。でですね、すごいんですよこれ。まあこっち見ると普通なんですけれども、先頭の方に行くとなんかとんでもないことになってるっていうことなんで、ちょっと見ていきたいと思います。では本日もよろしくお願いします。はい、ということで山手線京浜東北線ホームの、上野寄りに来ました。新橋駅の上野寄りですね。これ両方ホームドアついてるんですけれども、見てください、これ端っこに行けば行くほどどん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 狭くなっております。でもう点字ブロックと点字ブロックがくっつきそうなくらいですね、これかなり狭くなっております。まあ、人がこのスペースだと2人、まあ、ここまで来ることないと思うんですけど、人が2人歩くともう精一杯っていう感じなんですけど、実はもっと狭いホームがありまして、まあ、お隣です。ちょっとお隣も行っていきたいと思います。はい、ということで東京上野方面の山手線発着するところに来ましたけれども、これいやまあでも確かにこっちも狭いですけど、でも正直同じぐらいですかね、先ほどと。あれ、山本線ってこんなすぐ来ましたっけ。日中5分間隔だった気がするんですけど、まあいいや。ダイヤ見られてるの？あれ、こんな早く来る。まあ、確かに狭いですけどね。狭いですけど、まあでもなんか通れないほどではないですね。お、なんか来ましたね、次の山手線。さっきの電車遅れてたんですかね。なんかすぐ来ましたね。普段こんな頻繁に来ないですかね。5分間隔なんで。すごいな、今行ったばっかりなのに。やっぱりおかしい、山手線こんな来ない、この時間。時刻表今見たんですけど、34分39分っていう感じなんですよね。だから多分ちょっとダイヤ乱れてんでしょうかね。山手線最近時刻出ないんで、約何分後っていう表示なんで、乱れてるかどうかもわかんないんですよね。さすがに今日は山手線来すぎですよね。ほぼこれカットしてないんで。うわ、狭いな、すごい。これはやばいでしょ、これ。うわー、これはまやばいっすね。
番線ドアが閉まります。ご注意ください。まもなく Please stand clear of the closing door. 電車が通過いたします。次の電車をご利用ください。黄色い展示ブロックまでお下がりください。 Your attention please. A train will soon be passing through track number 6. For your safety.これ確かにね、これ一人しか確かに歩けないですよ。すごいな。うわ怖い怖い、通過電車怖い。うわーやばいなこれ。しかも次また来ましたし、あら今行ったばっかりなのにまた来ましたよ。どうなってるんだ。次は有楽町に止まります。お、531も。うわー怖いなこれ、すごいな。狭すぎでしょうこれ。これこの位置から降りるの大変っすよね。同時に山本線と京浜東北線到着したら結構大変ですね。新橋、新橋ご乗車ありがとうございます。5番線ドアが閉まります。ご注意ください。Please stand clear of the closing doors. 次の電車をご利用ください。5番線用の鉄線ドアが閉まります。閉まるためにご注意ください。いやーこれは。やばいですねこれは。うん、靴1個片足突っ込めるかぐらいの感じですからね。いやー狭いな、これ端っこはさすがに行けないですね。撮り鉄できない、まあしてもいいんだろうけど危ないですね。はい、ということですごい駅ですねこれ。新橋駅のめちゃくちゃ狭いホームに来ました。ということでこの動画がいいなと思った方、チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターフォローよろしくお願いします。山手線の1号車に乗車して新橋で降りる場合はご注意ください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you for traveling with us and we look forward to serving you again. 扉が閉まります。駆け込み乗車はおやめください。